ネットで購入して約1年、えー、棚に眠りっぱなしだったんですけれども、まあ、このままではまあお蔵入りもやむなしってことで、ですね、えーまあ、どうにかせにはならんなということで、今回、意を決してチャレンジすることにしました、72分の1スケールとはいえ、超大型キットです。 全長で4 4ンチ、全幅で5 3ンチです。1987年、今から約30年前ほどのキットなんですが、リベットの造形が秀逸で、インジェクションのない時代にもかかわらずですね、なかなか優れたキットだと思います。可動部も多い。 えー、親子フラップは言うに及ばずですね、えー、水平垂直尾翼はっ、まあ、てはあの搭乗ハッチまで、えー、稼働しますからね、まあ、ただし今回あの、まあ、組み付けてからハッチの中部品なんかが取れちゃったりとかすると怖いので、えー、搭乗口はもう接着して、えー、しまいました。あーであの まあ、昔のキットなんで、あのー、仮組みしてもなかなか合わないんですよピンホールとピンでその通りに合わすともう垂直尾翼なんかは入らないぐらいずれがあったので、えー、ピンをカットしてもう今回はあ接着面ダイレクトにですね、えー、組み付けましたで、えー、パテで埋めて まああちょっとあの天井部の方はあのーねえリベットの造形もえー安いで消えちゃったんですけどまあ背に腹は変えられないのでまあまっ平らにしましたでこの可動部をまあ若竹色でえー塗りましてですねえーこんな感じですねえーまあこのあと上からまあ緑含んでまあほとんど消えちゃうんでしょうけど あの稼働した時とかに、えー、ちらほら若竹が見えてくれればいいなと思って、えー、吹き付けましたでこれが緑を塗った状態ですね、えー、このあとシルバーでドライブラシ、えー、エナメルのブラックで汚し入れ、まあ、これも一応テストみたいなもんですねこのあといろんなパーツを付けていく過程の中で、まあ、さらに、えー、ドライブラシも入れるでしょうし、えー まエナメルで汚しも入れるでしょうからあまあどん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 おまあ汚していきますよであのいつもなら先に乗ってるあのパーツなんですけれども、まあ、今回とりあえずこのベースですねこれ作ってからにしようと思ったので、まあ、その後機銃やエンジンカールーなんか ありました今回あのセミグロスブラックですかね初めて使用したんですけれどもまあ、黒金、ね、色とどう違うのかなっていうぐらいのレベルだったのでまあそんな多様はこれからもしないかななんて思ってますでこれエンジンはあの奥の部分をこのセミグロスにして、えー、先っちょの部分ですねを焼き鉄に色にしましたシルバードライブラシを入れた後ですね、えー、こんな、えー けけてみたんですけどもまあ一応これ仮につけてみたんですけれども、まあ、このあとねまああの水蒸気なのでえサ、ー、入れなんかがまあ楽しみなんですけども、まあ、この動画ちょっと10分超え必死ということでですね、まあ、2回に割ってみたいなと思ってます、まあ、後編に続きます。